ダメね。ダメか。ええ、このマシンじゃパスワードが解析できないの。ちょっと特殊なアプリケーションが必要なのよ。そうか。仕方ないわね。あ、ってことは。なんだ。本庁のシステムなら解析できるんじゃないのか。警視庁の？ああ、あそこにもハイテク犯罪対策室があるからな。あのシステムを使えば解析できるかもしれん。だが警視庁は今回の一件協力的じゃねえからな。問題はそこだ。俺が頼んだところで聞き入れてくれるかどうか。じゃあ無理ね。ああ、そうだ。なら府警のシステムを使えばいいじゃねえか。え、そうか、その手があったか。レブコがしんないや。サイマ、お前これからどうするの？ね、一旦ママと一緒に大阪へ帰るつもりよ。それならちょうどいい。大阪に戻るついでにこいつを府警で解析するんだ。あそこなら解析できるだろう。まあそうだけど。じゃあ頼んだ。Jotain mielessä. Se oli jotain mielessä nyt selkeästi. Jokin häiritsee sitä. Nani? Oi! Ei varmaan tohon suuntaan mennyt. Seurataan tota nuolta vaan. あなたか。ごめん、お店勝手に使わせてもらっちゃった。ええ、suomalainen keskustelu. どうしたの？何か聞くことがあったんじゃないの？いや。そう。関西に帰るのか。ええ、あんなことがあったばかりだからママのことが心配なの。大阪までは一緒に帰ってあげたいの。ああ、そうした方がいい。なんか大変な時に逃げ出すみたいで悪いわね。いや、こっちのことは心配するな。そうね、もうあなたの身辺保護も必要ないみたいだしね。やだ、ごめんなさい。お前、怖いの。え？これ以上事件のことを調べるのが、初めてそう思った。あれだけ知りたかった私の過去、どんな事実でも受け入れられると思ってた。でも
あなたの言った通りよね。やっぱり辛くなっちゃった。でも、もうやるしかないのよね。大丈夫だ。え？ラハ。Tätä on odotettu aika pitkään. Tosi ei niin pitkään kuin X-Filesissa, mutta se onkin jonkinlainen ennätys. Donna kekka de aruto. Ore ga subete o uketomete aru. Dakara. Nani ga atte mo kaette koi. Kono machi ni. Okei, ne on pistänyt varmaan useampia pommeja tänne kylään. Emotoklinikki tossa. No niin, tää tyyppi on hengissä. Anteeksi taas. Kiryu-san. Suimasen. Oyobidateして. Iä. Sore yori karada no hou wa daijoubu nano ka? Mou daijoubu desu. Kazuki. Sumanakatta na. Konna me ni awase chimatte. Ie.伊達さんには助けてもらったんです。何言ってるんだ。いや、本当です。私をあの組織から救い出してくれたんですから。どういうことだ。実は半年ほど前から私は監禁されてたんです。半年も。ガピッケ。じゃあ店にいた和樹さんは。ケットガクションしました。あれは俺じゃない。例のもう一人の男だ。kukaan ei huomannut mitään。最初は俺も信じられなかったよ。自分そっくりの人間がもう一人いるなんてな。その男は韓国人でした。人言派の連中か。そうです。店先で急に襲われたと思ったら、半年間も監禁される羽目に。じゃあ奴らお前を利用して俺たちをはめようと。おそらく。キリュウさん、伊達さん、奴ら、とんでもないことを話していました。なんだ？監禁中に知ってしまったんですが、奴らはこの町を破壊するつもりなんです。どういうことだ？爆弾は一個じゃない。ああ。すでに多くの爆弾がこの町に仕掛けられているはずです。え？奴らは着々と準備を進めてました。爆弾の場所は？ただ、数はわかります。いくつだ？連中は言ってました。26年前、殺された恨みの数だけの爆弾を用意したと。キリュウ、確か例の事件で死んだ人間は、33個。爆弾は全部で33個。一つがミレニアムタワーの爆破。そしてもう一つが、昨日倉橋が準備したものだとすると、残りは31個だ。キリュウ、俺は警察に事情を話して、爆処理を発動できるように要請する。
爆処理？爆発物処理班のことだ。たとえ爆弾が見つかったとしても、専門知識がなきゃ処理することはできんからな。わかった。ん？何？ああ。これ来た3。どちらまで行かれますか？それでは出発いたします。31個の爆弾だって？はい、でも大丈夫です。爆弾の件に関しては伊達さんが警視庁に掛け合ってます。今俺たちにできるのは町を合流会から守ることです。そうは言っても主だった幹部は殺されちまって、組員は浮き足立って、まとまりがつかない状態なんだよ。柏木さん、どれくらい兵隊を集められるんだ？そうだな、神室町周辺の組織に声をかければ300ぐらいはなんとか。コロメスター、柏木さん、その300人俺に預けてくれ。ああ、すぐに招集をかける。やはったやっぱしたいと思うだな。搭乗会のために立ち上がってくれるんだね。親父や風間のおじきが体を張って守ったこの町を、郷田龍二のような奴に好きにさせたくない。合流会を返り討ちにしてやる。大吾、お前。これは搭乗会だけの問題じゃねえ。だけでした。関東の極道組織の存亡をかけた戦いだ。俺たちはこの町と共に生きてきた。世間様から痩せれば綺麗事かもしれねえが、俺はこの町が好きだ。だから世話になったこの町に恩返しがしたいんだ。天下の搭乗会の組員として体張って合流会の神室町進行を食い止めようじゃねえか。これで大吾は誰もが認める搭乗会の跡目ですね。俺だ。分かった、すぐに西の河原へ向かう。どうしたんだ？伊達さんからだ。何か問題があったらしい。Temporini. Granny White. Ha. Taitaa suurin osa näistä klubeista olla samalla paikalla. Kiryu-san. Mikäs tilanne?
Täällä taas. Nani ga attan da? Keishisho wa konkai no ikken ugokanai yō da. Nan datte? Date wa rei no jiken no 4-sha dattan da. Sōyū ningen no jōhō wa shinyō dekinai tte koto nan daro. Niinpä tietysti. Sore ni 31 no bakudan ga shikakerareteru tte no mo Kazuki no shōgen dake da. 昔から警察ってとこは証拠がなければ動かねえ。分かってはいたんだが、こうも門前払いを食らうとはな。それじゃあ、カムロ町を救う手立ては何もねえのか。俺たちでやるしかねえな。え、次31ボンビや。300人の組員、爆弾処理に回すんだ。合流からどうする？俺が相手になる。一人添えたね。この広いカムロ町で、31個もの爆弾を探すのは簡単じゃねえ。町に詳しい登場会の連中は全員そっちに回った方がいいだろう。だから合流会は俺が何とかする。分かった。しかし31個か。せめて場所だけでも分かればな。ここのシステムが残っていれば増産もねえんだが。Niinpä tietysti. Sorotti fkeikinä trastotti. Ja Maima tulee apua. Kirjutsä! Tettä itsetsäneen on pintsi te kanji ja nää! Uri! Jama ja doge doge! Uri! Adia? どうしたんだ。ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわいや。なんでやねん。なんで動かへんねや。うわいや。おいおい大丈夫か。バカだろ。大丈夫か。あ。うわいや。うわいや。いや。動けやくれ。動けやこのボケ。Maima on kyllä hullu nero. Koko. Konna koto ma arrokato. Ore ga maintenance shite tta ie. Ho. Toista monda. Mitä korjaa sen systeemi? Homma wa kore de boro mouke suru tsumori yatta n ya kedo ne. Tasukatta se. Majima no niisan. Hore. Anta no deban ya de. Densetsu no joho ya han. Ho. これなら爆弾の場所を特定できる。あとは任せたぞ。ああ。ja kutsat purkaan pommeja. Mikä voi mennä vikaan? Kaikki. Nani? Oi. Jaha. Vakiopaikkaa hyökätty. Ah!
toinen kerta hajotetaan tää puari. Eli täältä ei nyt saa ostettua mitään. Pahus. しばらく寝てろ。Noniin, kukas haluaa ensiksi päästä teho-osastolle? Tää toimii myöskin. Yhdellä luodella ammutaan kaksi kertaa. Lääkäriklinikalla. Mitä pahaa täällä voisi sattua? Niin logiikka oli se just, että jos ne luulee, että niiden liittolainen on vielä Stardustissa johtajana. Työn saattanut puhua vähän lisää aikaa. Ilmeisesti ei. Tää oli väärä kaveri. Nanno kankkeen mo nai ningen ni tei dashi yagatte. Omae ra o nerai wa ore daro! Sono toori. Koko nara kakujitsu ni anta ni aeru to omou totta ya. Zuibun tema kakatta mitai ya nai ka. Ryuji. Oo, itsurai.それでないとやりがいがないっちゅうもんや。よっしゃ、思う存分暴れたれ。Ei saanut kantteroitua vaikka painot.
真似だ。今のあんたを倒しても何本物の竜にはなれん。それにあんたには他にやらなあかんことがあるやろ。ei pitäisi tällakaan vielä käyn tätä vastaan. Näntä to? Bagdan no shuri. Omae ga Jingon Han o tsukatte shikaketan ja nee no ka? Ari ya Jingon Han katte ni yatta koto ya. Kankei nai. Washi mo kono machi kizumon ni saretara komon. Na pointti. Nani o itteru nda? Izure Kamurocho wa washi no machi ni naru.綺麗なまま引き渡してもらわんと価値が落ちてまう。龍二、全部事を済ませたらわしんとこへ来い。逃げも隠れもせん。この町で一番高いところであんたを待つ。わかった。今度は一切の邪魔はなしや。最初の勝負や。ああ、hassut shaderit oli äsken. Kaksin taistelu meininki. Olipas muuten lyhyt kappale. Blood and Bones.Tää on pistetty taas remonttiin tämä paikka. Dou da? Sukoshi wa uchitsuita ka? Gouryukai aite ni yoku tatakatta na. Ya. Ore mo Kazuki-san mo kono machi ga nakeriya ima no jibun wa nakatta n desu. Dakara.カムロ町に攻め込んでくる奴は許せないんです。けど俺は奴ら相手に何もできなかった。そんなことはない。体張って店を守ろうとしたじゃないか。キリュウさん、お前たちは毎日一生懸命働いている立派なもんさ。それがカムロ町の力になってるんだ。それに引き換え俺はこんな時にしか役に立たない男だ。一人で病院へ行けるか。はい。Tää tulee myös。大吾。合流会の仕業か。ああ、だが兵隊は全部片付けた。じゃあ合田龍二はやったのか。いや、アイスとの決着だけが残ってしまった。そうか。爆弾の方はどうなった。30個は解除できた。今最後の一つを真島のおじきが解除してる。真島の兄さんが。Tää voi olla aika mielenkiintoista。腹の調子でも悪いんか。いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや。いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろが。でも親父、
これでこの配線を解読できるんですか？アホか！俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやっしゃあないからこうやってカバーされば。取るやないか。カン？カンなんすか？ポンポンめぶれたなればバラ。俺のこと信用しとらんのか。いいよ、そんなことはないっす。それならはよやれんけ。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、めんどいや。どちらにしようかな、神様の言う通り。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっせえボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。Se oli väärä. Väärä oli. Iana yume ne. Vai näkis tää vaan unta siitä, että maailma pärjähtää? Jos.嘘。何？ね、これはちょっと悪いと聞こえた。あ。わし、ボムを破壊するような方法。行くぞ。Jaha. Cabaret killer. Hmm? Kauna. キリュウさん。はい。
Poikaystävän iskä. Idiotsa. Tytöltä tytön murhaaja. Minä osaan, joo. あんた、一家にいた。お久しぶりです。あは、たまという。どうしたんだ、こんなところに。ええ、ちょっと。Tähän uskon Daten syyttömyyteen. 少し気流に話したいことがあるんだ。表にいてくれないか。うん、わかった。これを見てもらいたい。倉橋の持っていたデータをコピーして須藤に解析してもらったんだ。これは佐山と郷田隆二の経歴だ。いや、郷田隆二の両親の欄を見てみろ。ジョン・スヨン、まさか佐山薫と郷田隆二の母親は同一人物なんだ。ということは、今帰ったわ。どうしたの、そんな深刻な顔をして。いや、彼とは初めてだな。警視庁四課長の須藤警視正だ。初めまして。
はじめまして。府警四課主任、警部補の佐山薫です。私は捜査の続きがありますので、これで。ああ、laput on laminoitu. Se on taas näitä työpaikkoja, missä laminoidaan kaikki. Leino bakudan saagi no koto de ore ni jijou o kiki ni kitan da. Sore de bakudan wa dou natta no? Subete kaijou dekita. So. Sore wa yokatta wa. Kurahashi ga motte ita disku wa dou natta? Fukei no shisetemu demo kaiseki dekinakatta wa.そうか。合流会の方はどうだったの？どうにか撃退できた。残るは龍二一人だ。一人？そうだ。奴は俺との決着を望んで一旦退いた。どこにいるの？カムロ町の一番高い場所、そこで待つと言っていた。カムロ町ヒルズのことか？おそらく。あなた行くの？ああ、あいつとの勝負避けて通ることはできない。行かせないわ。何？私は府警四課の主任よ。殺し合いをしに行く人間を見過ごすことなんてできないわ。今になって何を言ってるんだ。vähän myöhäistä。ただ私は警察の人間として言ってるだけよ。そうか。だが、俺は行く。勘違いしないで。あなたはまだ私の監視下にいるのよ。する気になればいつでも逮捕できるわ。ならすればいいさ。どうしても行くのね。ああ。こんにゃよっと。なら、その前に行ってほしいところがあるの。なんだ。今、うちの課長が警視庁に来てるの。ああ。あなたに話があるそうよ。何？別所さん。Tää sillä on asia。ええ。近江高島会の動きが怪しいの。多分そのことよ。どうする？行ってもらえる？ああ、わかった。何？ええ。何？うん？No, tää on epäilyttävää kyllä, että miksi ne haluaa nähdä poliisiasemalla. Mitähän täällä nyt on? No vähän joo. Ja se saattoi olla vale, että ne ei saanut kräkättyä. Sori ni fukei no yonkachou ga konna tokoro ni yobidasu ttenno mo okashina hanashi da. Salaisten juttujen parasta. Daremo inai you da ga. Kore wa... Paitsi jos tuossa on, toi on jotain, mitä ne nyt halutaan näkevän. Kore wa... さやまか。これでいいわね。こんなところに呼び出してごめんなさい。私にもしものことがあった時のためにこれを残しておこうと思いました。私が知っているすべての情報と今の私の正直な気持ちをあなたに聞いてほしかった。少しの間、時間をください。たった今、府警のシステムで、倉橋が持っていたディスクの解析に成功したわ。
送したらあることが分かったの。私とゴーダリュウジは、あ、オーケー、再生レベルだと血のつながった兄弟だったのよ。多分河原さん、いや、私の父があの現場から救い出した子供がゴーダリュウジだったのね。今の私にとって唯一血のつながった人間がゴーダリュウジだなんて、こんな皮肉ないわよね。あれだけ憎んでいた極道組織の男が兄弟だったなんて、今の私にできることはゴーダリュウジに全てを話し、この無駄な抗争に終止符を打つこと。彼のたった一人の肉親として、そして府警四課主任の任務としてね。あなたが私に話してくれたこと、二人で歩いた大阪の街、忘れたりはしないわ。ずっと胸に刻んでおく。それが私にとって唯一のあなたとの思い出。それでいいのよ。やっぱり私とあなたは住む世界が違うんだもの。心を許した私がいけなかったのよ。それだけ。あなたは素敵だった。ごめん、笑顔で別れようと思ったのに。あなたの言う通り、宿命から逃げずに生きてゆくね。さよなら。